はい、のり動画サブチャンへようこそ。本日は、仕立てですね。実際に苗木、挿し木をして一文字、H 型、排除といろいろありますが、そのように仕立てていく、過程について説明ができればいいかなと思い、撮影してます。まずですね、苗木を植えた状態のところから説明したいと思います。はい、ですね、こちら、苗木を結構な数ですね、昨年の暮れに植えてあります。一文字に仕立てる予定です。というか一文字にします。はい、植えてある種類は、同品種になります。はい、ということでこれで説明したいと思います。はい、これ実際の挿し木をした木です。で、実際に本当に挿してあるだけですね。で、これを、うちは一文字に仕立てる予定です。で、一文字にする場合、こちらから、です、一文字なので左右にこう伸びるような形、2本ですね、2本だけ残すような形になりますので、予備も含めて、3本か4本残すような形で、それ以外は全て芽かきをしてしまいます。で、今年はその2本を伸ばすっていうことを、ずっとします。で、基本的にそれ以上触らないっていうのが1年目になりますね。はい、で、実際に伸ばしてきて大きくなると。で、すみません、ちょっと2年目の木がないので、ちょっと他の木で説明します。はい、ちょっと別の木まで来ました。で、実際に2本だけ残して育ててきたような木が、こちらとこの木と、こちらですね。これもそうですね。で、最終的にこう2本伸ばしました。はい、実もついてます。ただ、これは収穫してないのでついてますけども、ですね、2年目以降どうするかというと、この枝を、これまだちょっとですね、まだ水が通っていないので木が硬いので今あんまり触れないんですけども、どうするかというと、これをこの支柱にこういう形で沿わすような形、これも同じですね。これちょっと硬くて、まだこれ折れちゃいますね、このままやっちゃうと。これを沿わすような形にします。これはもうちょっと後ですね。もう少し水が吸い上げてですね、木が柔らかくなると、もう少しグッと曲げれます。はい、で、実際にこう大きくなってきたものを、水が通って柔らかくなってきた枝をこの支柱に沿わせるような形で、ここを紐で留めていくという作業をします。ただし、いっぺんにグッとやってしまうと、この根元から裂けてしまいますので、徐々に段階を踏んでです、最初はこのぐらいにして、ここから、紐を、例えばこういう紐ですね、紐を準備してこのぐらいの角度にして、ここ余裕持って、ここで引っ張って、イメージ的にはこんな感じで止める。これは紐は後で切りますけども、こういう形で止める。で、だんだん伸びてくると、これが柔らかいので、少しずつ少しずつまた沿わせて、この木に沿わせて伸ばしていくような形になります。で、最終的にここからまた枝が出てくるので、ここの枝につく実を収穫するような感じ。これはだから、ですね、主枝になりますね。主枝から出てきている枝から実を取るというような感じ。まだこれはだから収穫はしないで、どんどん寝かしていくような形を取るという作業になります。これちょっと実際には H 型の木になるので、2本で H 型をする予定なんで、こういう形です。一文字の場合ですと、これを左右に、分けてやるというようなイメージですね。排除も同じような形ですね。基本的にまず横に広げて、それを立てていくようなイメージですね。はい、で、結果こんなような感じ。 H 型ですとこういう形で、ですね、主枝がこちら4本寝かして、そちらから出てくる枝、これに実際に実が出る、実がつくか。で、途中途中、節があって、ここからも枝が出てくるんですけど、間隔を見て、切ってやる状態ですね。
でこういう形で幅を取って出てきた枝ですね、これに実がついてこれを収穫する形のことをやってます。でこれまだですね、隣との間隔が広いので、この枝ですね、これをもう少し伸ばす予定なので、今年はこれをこう寝かすような形になりますね。先ほどと同じような紐で、これまだちょっと硬いんで寝かせられませんけど、これを寝かして、主枝にする感じで、やはり同じようにこの途中途中から芽が出てくるのを間隔を見て、切ってしまう。でそこの枝の実を収穫するという形です。これまあ H 型になりますね。で一文字がこういう形で、で主枝が2本ですね、左右に伸ばして、その主枝の左右にさらに出して、まあ実際こういう形で出して、ここの、ついた実を収穫する。これもうここまでしか今やってないんで、もう最終的にここまで来てるんで、まあこれ以上はもう伸ばしませんというか伸ばせませんはい、いう形で仕立てていくという方法になります。はい、なので、1年目は基本的に主枝になる枝を伸ばす、なので、剪定とかはしないでいいです。伸ばしておきましょう。で、基本的に2本ずつ伸ばすのはいいそうです。この H 型にするにしても一度に4本ではなくて、例えば、まあ、これですそうなんですけども、1年目にこの枝とこの枝を伸ばして、その次の年にまた出てくるのでこの2本を残して、まあ、こういう形で最終的に H 型にしたという形ですね。なので実際に収穫できるのは、3年目以降というような感じになりますかね、うちの場合は。まあ、他のところはちょっとどうなのかわからないんですけども、ですね、まあ、枝を少なくすると、まあ、栄養が行きやすくなりますので、結果的にまあ早く仕立てすることができると。なので3年から4年ぐらいで収穫することができるという形なんです。この木はちなみに5年目かな、5年目になります。はい、ちゃんと肥料をやって育てるとこういう形で大きくなります。はい、じゃあ今回はこういう形で、仕立てる方法ですね、どのような形でやっていくかの紹介を、行ってきました。どうでしょうか皆さんまたリクエストがあればお答えできるものはお答えしていきたいと思います。今回は以上になります。